広げてください。お願いします。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということで今日はしゅんダイアリー就活イベントということで、初めての株式会社ダイアリーとしての一つ目のイベントというか事業として就活イベントを今回するんですけども、こちらの会場でさせていただきます。はい、 DMM さんがご好意でこの会場を貸してくださって、今日はここで就活イベントをします。もう控室とかも用意されてて、このワンフロア全部就活イベントに使わせていただきます。はい、はい、ありがとうございます。来てください。いやいや、楽しみです。今日は本音がわかるっていうのがテーマなので、はい、言えないことは全然言わなくていいんですけど。ないないんですか。それもないです。あ、素晴らしい、好きな食べ物とか聞いてもらってもいい。本日はお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。で、今日はあれですね、本音がわかるっていうのをテーマにやるので、期待質問とかも事前に皆さんからお聞きしたので、ミスマッチをなくせたらまあいいなって思ってます。お願いします。次がテーマの曲です。大学時代のうちに自分のこう生涯追求したいビジョンを一言化するでコピーを考えると、すごいなんかこう使えるので、自分自身をこう言葉に表すということは今やっていて価値はあるんじゃないかなと思います。絶対顔作業じゃないですか。違う違う。だからさっき言ったようにこう印象ってすごい変わりやすいんですよ。だからそもそもあんま重視してなくて、大手に行けばいいっていう時代でもないし、ベンチャーに行けばいいっていう時代でもないと思う。それは各個人にとってベストなのかどうかっていうのを、改めて考えてほしいなっていうふうには思ってます。その上で変に繕った方が内定取りやすいとかあるかもしれないんですけど、取り繕って入社した会社では退職までずっと取り繕わないと多分生きていけないので、アルバイトも面接も決まって、企業の方が右回りでお願いします。学生が移動するっていうことで次は入った怖い。でもなんかみんな来てる人たちすごいね、目が輝いてる。きちんと将来について考えてそうな人たちが、まあそういう人たちが来るのか。でも尖った人多いよね。面白そうだ。九州から。本当ですか。やばいやばいって九州から。同社大学2回生、なんか関西で開成っていうんですけど、2年生のバッハです。昨日11時間かけて東京で来ました。金沢工大の夏目と申します。石川県から。すごい、ちょっと正直感動するでしょ。感動してる。でもなんか一回てか今回今みたいなミスがないようにしたい。怖いよね。これまあね、まあ、ね、失敗も経験だから。失敗も経験だから。ありがとうゴーちゃん、すごい働いてくれる。買ってくれて本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。笑顔が素敵で助かってます。優秀な方に恵まれて、はい、幸せ者だね。マジで幸せ者。でもすごい頑張ってます。頑張って。いやいやいや、めっちゃ頑張ってる。めっちゃ緊張してたもんね。緊張しました。そう、ずっとまでどうしようみたいな、今日寝れないみたいな言ってて、本当に可愛いみたいな。率直な感想を伺いたいなって、今後に生かしていきたいなって。かなりリアルな情報発信をしていきたいと思ってて、就活生と企業フラットになればいいなと思ってるんですよ。そういう場ってなかなかないので、そのためのステージとしては最高でした。でもすごいいろんな学生さんいらっしゃったことを、やっぱ20卒だけじゃなくて20卒の学生さんとお会いできたのがすごい嬉しかったです。本音で大丈夫ですか。こんなイベントが宇宙に存在するなんてマジ感動。普通の就活イベントだと思ってたんですけど、それ以上にぶっちゃけでした。自分の中でいろんな発見もあったし、 DMM の人が前に持ってたので、ちょっとモチベーションになりました。あ、よかった、ありがとうございます。本当にいろんな学生と話させてもらって、結構私はなんか就活についてあんまりアドバイスできるんじゃなくて、今回フリーランスワークだったんだけど、結構 YouTuber 始めたい、本当にやりたい、言いましたよね。もうやってるっていう人もいたし、私のチャンネル見てくれてるよって人もいて、嬉しいのと、すごいやっぱ時代の変化をちょっと感じましたね。本当にはい、行きます。はい、ピーズ。
アイドル活躍されてるじゃないですか。これなんだこれ。あ、ちょっと待ってください。置いてかれるしてやる、はい。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。もしねこの動画少しでもいいなと思ったらねチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。コメントもねお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。